もピオキングです。今日もですね、一発マリオトトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオはスクロール崖登り、クリア率なんと 0.37%。 最近ですね、僕一発マリオ激ムズ多くないですかね。で、このスクロール崖登り、説明文タイミングが重要って書いてるんだよね。まあ、普通にこれ壁キックじゃ登れないじゃん。ただどういう風に登るかだよね。夜ステージだったらね、簡単に登ることはできると思うんですけど。なるほど、こういうことか。この崖が迫ってくるから、どんどん上に登れっていう感じだね。うわ、ちょっとこれは難しそうだね。じゃあ始まった瞬間ジャンプしていってみよう。うわ、これは絶対無理だね。もう画面全部壁だもん。全く見えないもん。ある程度遅くに行った方がいいのかな。この辺とか、あ、こっちの方が行けそう。それじゃあスタートの看板が画面から消えるときにちょうど壁キックする感じ。やった。ちょっと今イエーイって言ったやんか。今のでよくない、もう。ただこれでもう行けそうっていうのが分かったね。ほら来た。やべ、喜んでる場合じゃねえ。危ねえ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース。今日はですね、久しぶりに 3D ワールドのスキンでトロールコースをやっていきたいと思って探していったところですね、やっぱりこののっぺらぼうさんっていう方出るんですよ。で、こののっぺらぼうさん、以前にも言った通りリスナーさんなんですよね。そしていつもですね、コメントくれてるから多分どっかいるよ。前と同じくだりですけど、きっとどっかいますよ。コメント欄に探してグッドボタンを押してあげてね。それじゃあ早速やっていきましょう。コース名を考えるの面倒なのでシリーズ化しました。そういうやつなんですよこいつは。ごめんなさい、それは冗談として早速やっていきますね。さて、そこ中間ポイントあるね。この中間ポイントは後で戻されるやつかなんかかな。まあ一旦このまんま下に行って壁キックします。あ、床があるんだね。じゃあこのまま上行ってオンオフする感じでしょ。ここ鉄球が出てきますきっと。見てください、このうまさ。もう日本人のトロールコースはですね、僕手繰りまくってもうチャチャチャっとクリアするかもしれないんですよね。いや右。それじゃあここは何もしないが正解だったね。火を出しておいてこの場所で何もしない。そんであのバブルが通り過ぎた後にちくわブロックに乗ろうか。さてどんな感じが来るんだろう。あ、鉄球、ここは何もしない、それで合ってる。くっそ。じゃあここは鉄球が出てくるから下で待っておいたらいい感じかな。ここで待っておきます。そんでこのまま右にダッシュしていきましょう。で、 B のこのブロックがなくなってジャンプしようか。ほいほい、 OK だけどなんかここの土管に入れないで、ここでヒップドロップする感じかな。ヒップドロップした瞬間左に逃げるね。こういう感じでしょ。あ、箱が出てくんのね。で、箱に乗って左に行けと、そういう感じか。なんか優しいね、クリア率の割にね。なんか優しい気がするんですけど。そしてここで中間ポイントをくれるんだね。ピンクコインコース、あ、ピンクコインコースではない感じか。さあ、ここはバウで発動させておいてブロック壊れてすぐ右に行く、そういう感じ。うまい。今日うまいんじゃないですか。さて、テレサに引っかかります。それじゃあここハテナブロック叩いていいのかな。一旦叩いてみるね、どうなる。なんもなんねえのか。じゃあここテレサが出てくるからすぐ上に行きます。そしてこのピョンチュどうすればいいんでしょうか。倒せるのかな、このピョンチュ。絶対無理でしょ。積んだ感じ、これ倒せんのかな。やっぱ無理だよね。ここピョンチューがですね、あのハテナブロックの上にいる時にハテナブロックを叩かなきゃピョンチューが倒せないと思うんですよ。なんで一旦さ、ジャンプするじゃん。そして今ジャンプみたいな、そういう感じだね。分かってるよ、もう一回で分かるんですよ僕。さてここは上。合ってたのかな。土管に入るっていうわけじゃなさそうなんで、右下のこの透明土管に入るか。こっちで合ってる。うわ、この音楽はやべえやつ。大丈夫大丈夫、どうなる。透明土管は合ってると思うんだよね。その瞬間で上に逃げてこの土管に入ると見せかけて左に行く。うわ、左なんもない感じだね。じゃあこのドアに入ろう。違うの。
ねえ違うの、のっぺらぼうさんよ、いたずらが過ぎやしないんですか。透明土管に2回入れって書いてるね。それじゃあこの透明土管に入って戻ってきてもう一回透明土管に入る、それでいけんのかな、上に行く感じ意味わかんないってどういうことですかこっちは。あ、そしてこの土管に入るのかな、多分これで合ってるでしょう、合ってるっぽいで、ね、上に行くか下に行くか、下はまずいな、きっと上が正解でしょ、こっちが正解。さてここは走り抜けていきましょう、幅跳び、なに、いや、合ってたんじゃない、合ってたよね、これ幅跳びしたのが逆に良かったみたいな。さあ中間ポイント取れました、ここでさっきと違うパターンになってるんじゃないかな、きっと。さて戻ってきましたけど、こっからどうするんだろう、今なんか来たけど、今なんか来ましたけど、パックかなんか踏んだのかな、ここでオンをしてキノコを取る、なに、そっち、おおさっきと違うやんかー、いやさっきと違うのは分かってたね分かってました、ただこっから右上のバネ取る、あ、バネは意味ないのか、うわ待って来ないで、楽勝に避けれました。そしてここのパンは何だろうね、うわー嬉しい、危ねー待ってもう敵キャラ出しすぎだって、もうきっと見てる皆さん、あの大量の魚に引っかかって魚っていうのを叫んで欲しかったでしょでも僕は引っかかりませんでした、なんでここで一旦引っかかりたいと思います、さあ来い魚何やってんだろうって思うんですけど、まあ気を取り直して次に進みますか、ここジャンプしてすぐ左に行く、これが正解でしょ、熱いで、ね、すぐ右に行かなきゃあのお化けにやられるね、ここは待って、上この上やったねさっきと違うと思ったんですよ、でここはジャンプ、そしてここもヒップドロップするしかないもんな、そういう感じでしょ、ヒップドロップして今度は何もしないで、ここか、あ、危ない、あ今日調子いいね、運がいいよ、僕のっぺらぼうさんと相性いいかもしんないね、ここ絶対なんか出してくると思うんで、出してきた瞬間すぐ上に行く、あ、コインなら安全だね、僕のっぺらぼうさんのコースならね結構打っていいですかこの大砲打っていいですか、ボキャーン、このドア入ってブロックを壊して左を失敗にしとこうか、こっちオッケー、そして上に上がっていく感じだね、で右でしょ、このハテナブロック怪しくない、なんもないなんもないね、よかった、じゃあドア入ります、そんでゴーバック、戻れってことかな、どこで戻る感じ、バックインザドアって書いてんのかな、え、このドアで合ってる、あ、合ってんだ、なるほど一回やり直しさせてくれないだけ優しいね、じゃあここはすぐ下に行って右で走っていこう、大丈夫だね、ここパワーブロックあるよ、ここヒップドロップするんじゃないの、いけー、熱い、全然熱くねー左にね、ドアがあるのはわかるんだよね、ただそのドアをどうすればいいんだろう、うわ、わかんねえ、もう一回ヒップドロップしてみるね、で、すぐ左右に行けばいいの、なんかさっきと違くない、もうわかったよ、ここでヒップドロップすれば右にゴールが来る感じでしょ、ありがとうどうもありがとうございます、はい、それじゃあですね、さっきのトロールコースちょっと短かったと思うんですよね、なんでもう一つだけやっていきたいと思います、で確かショートトロールをダウンロードしてたなと思ってこのコースロボットの方に来たんですよ、そしたらね、作者一緒のっぺらぼうさんじゃんと思って、うわ、せっかくなんで2回連続同じ方なんですけど遊んでいきましょう、クリア率はね 2.94% で、さらにショートだからね、そんなに難しくはないと思うんだよね、まあここをさっさ終わらしてね、もうエンディングに行きたいと思いますいや別に早くエンディングに行きたいわけじゃないんですけど、これもう引っかかった感じですかね、どうなんでしょう、ここのハテナブロックがまだワンチャンあるよ、何、魚はいらんだえ、これ、あ、下に行けるね、こっち足場あるんでしょ、さっきので分かってる、のっぺらぼうくんはあれだね、あの見えないところに足場隠すのが好きな系だね、じゃあここは右だね、鉄球が出てきて右で走る、そういう感じでしょ、魚ー、そ
それじゃあここはハテナ叩いて左でよかったね。え、さっき魚振ってきたっけ、左の方に。もう真ん中に逃げておこうか。え、今度右側の魚出てこんくない？全然意味が分かんないんですけど、ここで上に行ってさ、キノコを取って右に行く感じかな。で、チビになって、あら、もう右行けないよね。まあ残されたのはね、このブロック。何、あ、もうだ。キノコ取るのは間違いない。そして下に降りてよかったのか。で、このデカ状態のまんま上に行って、パンブロックを叩く。そしたら右に進めるんだね。あ、危ない。これチビになってよかったパターンだと思うよ、僕。次が、あれ、ドアに入れない。え、ブラパ行ったらドアに入れないみたいな感じかな。それじゃあここはね、ブラパが出る前にすぐドアに入る。やっぱりこれだね。ブラパが行ったらドアに入れないんだね。ここジャンプしてみる。ジャンプは意味ないね。じゃあ下に行きます。左のここでバブルが出る。違うのか。じゃあここのハテナは1キャップ。左行ってみる。左行ったらなんか出てくるのかな。多分ね、ここ下だよ、きっと。下に行ってどっかに連れて行かれるパターンでしょ。あの世に連れて行かれたね。それじゃあこのドアに入ったらね、左下にあるちくわを先に落としておこうか。あら、なんかファイヤーがあるね。これ取ればいいんじゃないのかな。え、なんでやられんのよ。先にファイヤーを取って右に逃げれっていう感じだね。そしてこの氷ブロックを溶かせるのか。こういう感じでしょ。この音楽は大丈夫。この音楽大丈夫かな。そしてどっちに行こう。下に行ってみる。明らかに下の方が怪しいよね。下のここに何か出る。うわ、何も壊れないのこれ。ジャンプしてブラッパを倒す感じでしょ。いけー、きた。本当に合ってた。大丈夫、これ上でいいのかな。え、あ、なんか出てきた、なんか出てきた。お前かー。それじゃあここね、上でよかったっぽいんだよね。こっちに行って右が壊れたけど、多分あれはね、間違いだったもんね。右は間違いだったんで、こっちでいいと思うんだよな。そしてこれ、次こそブラパの下が合ってる。さあ倒れるがいい、ブラパ。本当に倒れた。あ、このキノコを取ればよかったのか。それじゃあこのブラックパックを倒した瞬間右にジャンプ。そんでブロックを壊してこのまま右に進みましょう。壁が壊せ。ここは慎重に行きます。で、ここでジャンプしよう。で、ここでヒップドロップしたら大丈夫な感じだね。やった。うわ、ここもヒップドロップでいいのか。見た、これは合ってんじゃないの。右上気になんない。でもこれ気になるよね。こっち何なんだろう。大丈夫大丈夫、これはまだいけるよ。救済措置あったね。嘘でしょ、違うの。今の正解でいいでしょ。髪よけだったじゃん。ここはどういう感じよ。キノコを取ってパンブロック叩いてまたキノコを取れみたいな感じかな、最初の画面で。多分そうだと思うんだよね。それじゃあここだよね、キノコを一個残しにするようにしゃがんで取ろっか、キノコ。そんでパンブロックを叩いてまたキノコを取る感じかな。それで何か変わるのか、どうなんだ。リンクが取れた。こうやっていくんだね。じゃあこのまま先に進んで。お前は出てくんのか、邪魔くせえな。リンク通ってオンオフしていくのかな。オンオフしていってみる。一旦こうやってしていくね。これが正解だと思うんですよね。ちょっと待って、え、こっから普通にいつも通りでいいの。いつも通りっていうか、さっきと同じ方向でいいのかな。もしかしていらんことオンオフしてしまったみたいな感じで、もう一回繰り返す感じかな、これ。何も変わってないよね。オンオフしたらダメっぽいね。それじゃあオンオフを変えないでここまで来ました。これでなんか変わってるのかな。あ、スーパーボールフラワーになってるね。あ、ここで変わるんだ。そしてスーパーボールフラワー行ってくれ。どうなる。何も変わんないのね。今度はほら見て、ここで当たんないんだよね。当たんないんだよね、じゃねえよ。当たんなかったらダメじゃないの、ここ。ここでフラワーを取ったらいけないんだね。で、今度下行ってみる。
どっちだろう。下が正解っぽいよな。今度はさっきと違うパターンだったら、ほら。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。